ファーモツ国際空港、ネイアフ港トンガの交通では、トンガの交通システムについて取り上げる。トンガの交通網は、道路、回路、空路の3つからなる。幹線道路の総延長は 680km で、舗装路は 184km である。他にも多くの空港や港湾が整備されている。主要な港湾は3つで、ネイアフ、ヌクアロファ、パンガイが挙げられる。 1008トンを超す商船は7隻登録されている。これらの無積載自走重量は 17,760A トンである。船種別では、バラ積み貨物船1、貨物船2、LNG タンカー2、石油タンカー1、ロールオンドールオフ船1となっている。1999年の推計によれば、トンガ国内には6つの空港がある。そのうち、舗装された 滑走路を持つ空港は、トンガタプ島のファーモツ国際空港と、ババウ島のババウ国際空港の2港である。滑走路上は、2港が1524メートル以上、2港が914メートル以上1524メートル未満、2港が914メートル未満である。トンガの国内便は、パウババウ航空が運航していたが、同社社屋が消失し破綻した。ありがとうございます。